利だね。この動画では 2D 用のテクスチャー設定を一括設定するツールの作成法を解説します。 2D アクションのチュートリアルの前にこの動画を置いておこうと思います。 2D ゲームでの最適なテクスチャー変更箇所はこの4点。テクスチャーを右クリックからスプライトアクションペーパー 2D テクスチャー設定を適用を押すと、テクスチャーグループ 2D ピクセルズアンフィルタードコンプレッションセッティングスユーザーインターフェース 2D RGBA この2点の変更が行われ、画像のにじみがなくなります。高解像度テクスチャーを使う 2D ゲームの場合はこのままでも良いですが、ドット絵のような低解像度画像の場合まだ最適ではありません。一番上の欄のセットミップ原セッティングスをノーミップマップスにすると、不必要な中間画像がなくなり、変なタイミングでぼやけたりしなくなります。基本的には以上の3点だけの変更でも良いのですが、 UE5.1.0 の場合はテクスチャーの詳細欄のフィルターをニアレストにする必要があります。現状ここがニアレストになっていないとパッケージ化後に画像がにじみます。このニアレストに関しては公式のサンプルのコンテンツイグザンプルに長年ニアレストにしろとありながら、基本的にはなっていなくても問題ない場合が多いのですが、 5.1.0 ではこれがないとパッケージ化時に泣きます。以上の4点。 1,2 回ならいいですが、何度もあると地味に面倒なため、頻繁にテクスチャーを読み込む人用に一括で変更できるメニューを追加したいと思います。手順、どの階層でもいいのでツールズというフォルダを作って、フォルダー内で右クリックからエディタユーティリティ、エディタユーティリティブループリントを選択、アセットアクションユーティリティを選びます。名前を EUB アセットテクスチャセッティングスにします。ダブルクリックで開き、関数を追加、関数名 NewPaper2D テクスチャーセッティングスにします。ここにテクスチャーの変更内容を指定していきます。右クリックからノードゲットセレクテッドアセッツを検索、フォーイチループをつなげます。キャスト2テクスチャー 2D につなげ、青ピンからセットミップ原セッティングスを検索で出し、設定をノーミップマップ図にします。次に青ピンからセットテクスチャーグループを検索で出しつなげます。設定を 2D ピクセルズアンフィルタードにします。続けて青ピンからセットコンプレッションセッティングスを検索で出しつなげます。設定をユーザーインターフェース 2D RGBA にします。最後に青ピンからセットフィルターを検索で出しつなげます。設定がニアレストなのを確認します。基本の組み方は以上ですが、このままだと設定の更新がテクスチャーに反映されません。この中の一つをセットエディタープロパティノードを使って設定することで設定の更新をかけます。フィルターのニアレストが文字数的に間違いにくそうなので、フィルターの項目をセットエディタープロパティで書き直します。青ピンからセットエディタープロパティを検索で出し、プロパティネームをフィルターにします。プロパティバリューから左にドラッグしてメイクリテラルバイトを検索で出し、バリューが0なのを確認します。次に隠れているんですが、下矢印をクリックして詳細表示チェンジノーティファイモードをオールウェイズにしてください。これでテクスチャーの更新が常にかかるようになります。
古いセットフィルターを削除し、セットエディタープロパティをつなげます。ここまでできたらコンパイル保存。コンテンツブラウザーでテクスチャーを右クリック。スクリプト化されたアセットアクション、ニュー、ペーパー 2D、テクスチャーセッティングズ。目的通り、テクスチャーの設定が更新されるのを確認します。できていたら、完成です。あとは、現状テクスチャーのクリック以外でも、メニューが表示されるのをテクスチャーの時だけ出るように設定します。関数のオーバーライドのゲットサポートクラスを選択。ペアレントゲットサポーテッドクラスを削除。リターンバリューにテクスチャー 2D を指定すると、テクスチャー以外を右クリックした際にはスクリプトが表示されなくなります。はい、というあたりの内容をポコ太郎さんの UE5 ブループリントでツールを作る本を参考に作りました。とても勉強になりました。ありがとうございます。頻繁にテクスチャーの読み込みをする人は、こういうツールを自分好みにして持っておくと良いと思います。この EUB アセットテクスチャーセッティングズを右クリックから、アセットアクション、移行を押すことで、別のプロジェクトに持っていくこともできますし、データ自体を別のプロジェクトコンテンツフォルダ内にコピーしてもそのまま使えます。コピー先のバージョンが大きく違わないことは、確認した方が良いとは思います。今回は、UE5.1 での説明でしたが、 UE4.27 でも作成できるのを確認しています。 UE5.1.1 がリリースされたら 2D アクションゲームのチュートリアルを撮ろうと思っていたんですが、なかなか 5.1.1 がリリースされないのでどうしようか考え中です。まだかな。